県内で目撃が相次ぐクマについてです。今日も各地で新たな目撃情報が寄せられていますが、このうち1件は子グマが子供のイノシシウリボウを追いかけていたというものでした。野生動物による農作物への被害も。富士市で再びクマの目撃情報です。昨夜車で帰宅した女性がこの場所で子供のクマがウリボウ4匹を追いかけていたそうです。富士市によりますと、昨日午後9時45分ごろ、富士市宇内ヶ淵で近くに住む女性が車で帰宅したところ、道路脇で子グマ1頭がイノシシの子供ウリボウ4頭を追いかけていたということです。目撃した女性によりますと、車からクマまでの距離は10メートルほどで、子グマはウリボウの 2,3 倍の大きさで茶色に見えた。最初は2本足で立っていたが、四つん這いになって山の方へ逃げたということです。クマが目撃された現場の近くではこんな被害も。イノシシがすごいですよ。イノシシはたくさん見かける。見かけない。出た跡がある。じゃあこういった例えば畑に入られたりとか、この辺全部やられてますからね。里芋のイノシシによって里芋などの畑が荒らされていました。クマも餌になる木の実や果物などを探す時期、畑に侵入するなどした子どものウリボウたちが子グマと出くわしたのかもしれません。富士市内では今朝もう一件目撃情報が入りました。住民がこの森の中にクマが一頭歩いているのを見たというのです。2件目の目撃は今日午前7時40分ごろ、富士市原田で地元住民が通学路からおよそ200メートル先にある森の中でクマ1頭が歩いているのを目撃しました。原田地区では27日にもほぼ同じ時間帯にクマの目撃情報があったばかりです。隣の富士宮市でも昨日合わせて3件のクマの目撃情報が入りました。1件は富士宮市杉田の富士脳障害研究所附属病院から700メートルほど離れた道路上で、男性が自宅の外で体長1メートルほどの黒いクマを発見。あと2件は富士宮市上湯野で山中の車道からクマの姿が目撃されました。富士市、富士宮市とも同方無線で情報を伝えるとともに、クマを目撃した場合は市や警察に速やかに連絡するよう呼びかけています。